はい、では、本日はですね、箔のお話ですね。8分の6っていうのでグレードであるんですけども、その前にまず4分の4、これがおなじみのやつですね。結構楽譜で C って書かれることもあります。この C って書いてあるのは4分の4、はい、別名4拍子って言われるものですね。はい、でこの意味が、3つキーワードがあります。こんな穴埋めワードになるんですけども、まあ、ここ先ほどおっしゃったんですね、一小節の中に実はこれが覚えちゃえばここに全く載ってないやつなんで結構いいところにいます。はい、で、これがですね、四分音符、四拍、はい、これが一応正解です。まあ書き方ちょっと前後変えてもいいと思います。でも向こうにあるのは四分音符の拍が4つみたいな感じで書いてるんですけども、はい、意味が一緒であれば大丈夫です。キーワード、あ、四角いですね。はい、キーワードはこの四角の4つです。1、2、3、4という感じです。で、まあ、分数になるんですけども、はい、算数とは違うので、下、この下、分母ではないんですね。はい、これが、音符になります。下が4だったら四分音符なんで、まさにこれがこういうふうですね。はい、この4がこっちですね。ちょっと矢印いっぱいになっちゃうかもしれないですけど、で上が数になります。はい、まあ拍の数ですね。はい、ちょっと消しておきます。これ分かりづらいですね。はい、なんで、この下の数字は数があんまりないです。まあ、大体2か4か8か16ぐらいですね。はい、まあ、多いのはこの3つぐらいです。16だとちょっと数えるの難しいんですね。はい、なので2、4、8、まあ、主に4がロックボックスとかではかなり多いかなと思います。上は、まあ、分数ですね。2か3か4ぐらいですかね。たまに5が出るかなっていう、はい、これがロックポップスでは多いかなと思います。はい、ただ世の中の上の数に関してはこれいくつでもできますんで、はい、理論上ですけども、例えば4分の10とかも、はい、一応可能は可能です。はい、あるかどうかはちょっとないかもしれないですね。もしかしたらあるかもしれないですけど相当まれです。はい、4分の1もまああるかもしれないですね。はい、そうですね、4分の1、そうですね、まあ、難しいところですけど、ある、まあ、可能性はあります。はい、下はなんで3分のとかは絶対ないんで、はい、そうするとちょっと楽譜が読めないっていう感じで、はい、もう楽譜の不備っていう形になってます。で、今回問題ですね、8分の6になりますので、8分音符、まあ、ここは8分音符になりますね。8分音符が、6拍っていう、はい、風になってきます。でこの辺、理論で分かっても実際体験してみないとなんかイメージつきづらいんで、動画止めた後に、まあ、ちょっと何曲か曲を流しますので、はい、それでこの曲は3拍子の4分の3なん、4分の3の曲ですとか、まあ、8分の6の曲ですとか、はい、その辺ちょっと解説して、まあ、ちょっと知識をつけていただければと思います。で、その中で気になるところで、1小節、この小節って何ですかっていう質問も来たりするんですけども、小節は区切りってさせていただいてます。まあ、音符がこういうふうにいっぱいあったとして、どこで区切りますか。じゃあここで区切ります。じゃあこれ4分の2です。4音符は2つですよ。だからここ 4つで区切り4分の4ですっていう、まあ、そういう区切りっていう感じですね。で拍に関しては、まあ、ちょっと取ってもらってしまいますね。拍っていうのはちょっと知らない方からするとちょっとびっくりするような感じなんですけど、まあ、ある意味メトロノームみたいな、メトロノームですね、メトロノームと同じです。はい、でメトロノームが1、2、3、4っていう風に、数を数えるんですけども、例えばドラムのフレーズはタンタッタタッタタンとか、はい、まあ、ちょっと拍とは、まあ、別物っていうんですかね。はい、まあ、これが目安になるんですけども、実際叩くのは結構違うリズムを叩いたりするっていう、はい、なんでこの目安があるかっていうと、例
例えばここにベースが入ってきたとして、例えばタンタンとかしましょうか、はい、ベースがこう合わせたとして、まあ、一緒に演奏するときにこの拍のタイミング、ベースがないとここ合わないんですね、はい。まあ、他の例えとして、まあ、これが時間だとしますね、はい。まあ、1時、2時、3時、4時みたいな、はい。まあ、時間も、まあ、その基準っていう、はい。まあ、みんなでこの行動する基準だったりするので、時間だとして、まあ、ちょっと暗号みたいですけど、このシポンプっていうのが、例えば伊勢崎駅集合です、ね、みんなでちょっとベースの人と伊勢崎駅歩みましょうみたいな、はい。で1時にまあみんなでこう会いました。もしこれがなかったら、多分なかなか会えないんじゃないかな。その体内時計でお腹空いたからそろそろ1時かなっていうのを言ってみると、まあ、なんかいないぞみたいな、はい、なかなか会うことが難しいんですけど、はい。まあ、今、まあ、その時計っていうのは結構基準でみんなで共有してるんで、はい、1時にここの人は大体揃うっていう、はい。それと同じにメトロノームも基準としてあるので、まあ、その 1,2,3,4 っていうメトロノームに合わせてベースもドラムも同じタイミングで演奏するとここがぴったり揃うって、はい。なんで同じタイミングで演奏できるっていうもので、まあ、リズムが2つあるっていう、そんな認識ですかね。その中でそのメトロノームのこの拍っていうのが、まあ、基準、ドラムも基準としか言えないんですけど、はい。なんで、まあ、ちょっとこの辺の説明もちょっともう分かんないですって方もいらっしゃるんで、もうここに来る前まで見ても平気ですので、小説、区切り、あ、吐く基準だみたいな、はい、もう感じだとこう2個ずつになりますので、はい、それだけ覚えていただいて、まあ、こっちはなんとなく覚えておくと、まあ、今後役に立つかなと思います。音楽やる上でこれはかなり出てくることもありますね。難関フレーズは結構多いです。はい、以上となります。